じゃあこんにちは、身体禁制士会の学術委員会の川名です。最初にちょっとご挨拶させていただこうかと思います。禁制士会には、学術顧問の先生方がいらっしゃるんですね。まあ、お医者さんの先生方です。でその中でも学園の、解剖や生理の方も講義していただいている、今回は伊藤先生に来ていただいて、関連痛とデルマトームというお話をしていただこうかなって思っています。で、まあ学術顧問の先生方はお医者さんなんですけど、私たちこう禁制士だけでなくて鍼灸師とかセラピストの多くがこれからの時代をこう生き抜いていく中で、まあ、いろんな方たちとねこうネットワークを組んでこう人的なねつながりを持っていくっていうのが大事かなって思ってるんです。その技術の枠を超えて生体なら生体とか鍼灸なら鍼灸っていう身体禁制法なら身体禁制法ってこう閉ざされたねクローズドの世界でなくても、どんどん技術交流をして高めていくってことも大事ですけれども、もう一つやっぱり医療、医師の先生方ともつながっていくってことが大事だと思っています。でそういう中で、まあ、学術顧問としてお世話になっている伊藤先生に本当に来ていただければと思って声をかけて引き受けてくださったということは本当に感謝しています。ぜひねデルマトームとか関連痛っていうのは私たちの現場では非常にこう重要なテーマですし、痛みっていうのはもう何ていうのかな、避けて通れないところなので、ぜひ貴重な話を伺いたいと思います。でやっぱり医療事情っていうのはどんどんねアップデートしていかないといけないと思ってるので、その辺の新しい知見なども聞けたら楽しみかなと思っております。どうぞ皆さんお楽しみに。はい、身体禁制士会の会長でございます、小柳二百と申します。ちょっと待ってます。どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと待ってます。これコーヒー飲んでて、よろしくお願いします。で本日は伊藤達志先生のご紹介をさせていただきたいと思っております。伊藤達志先生、謝罪会見のような席取りでございますけども、伊藤先生は、ペインクリニックの、まあ、大変なオーソリティでいらっしゃいます。でそして療道楽自律神経学会の会長もう長年されていらっしゃいます。長いね。長いですね。ものすごく長いですね。ものすごく長い。まあ、そういう意味でも東洋医学に関しても非常にその造形の深い先生でいらっしゃいます。でそしてまあ我々にとって何よりも、身体禁制士会の学術顧問をやってくださっていて、身体禁制法学園の解剖生理学の講師ということで担当していただいております。で僕にとってもなのでその恩師ということで、一番最初にその解剖生理学を教わったのはその伊藤先生から教わりました。まあ、おかげでこんなふうにその大変な優秀な手技療法家になりましたけどね、というような、自分のこと言ってるね、まあ、そうです、だんだん僕の紹介になってて申し訳ない。あと、まあ、そうですね、まあ、有名なところで言うと神経ブロックで大変有名ですね。正常神経ブロックなんかで非常に有名な先生でいらっしゃいますけど、まあ、その先生に今回はご講義いただくということで、関連痛とデルマトームという講題を、まあ、ここは僕の方からその話をしてくださいということでお願いしました。でその、まあ、なぜこの話をしたかというと、デルマトームの、その新しい、図というか、デルマトームの今まであったデルマトームの図がちょっとズレがあるんじゃないのかとこういったところですね、発見されて、発表されたというところで、その話も織り交ぜていただきながらですね、もう非常にそれが鮮やかに、映像として見せていただけるということでございますので、今回その話をですね伺いたいなということで、オファーをさせていただきました。これからですね伊藤先生からお話を聞きながらですね、宣伝動画を撮らせていただくことになりますけれども、最後までぜひ、お聞きいただいて、でそして、そんなことよりはさっさとチケットを買ってですね、講義とかセミナーの方ですね、ご参加いただけるとありがたいなと思っております。ではどうぞよろしくお願いします。これから始まりますのでよろしくお願いします。お楽しみに。はい、この度ですね、オフラインとオンラインとセミナーの受講コースが2つ分かれておりますけれども、これの、オフラインとオンラインと何が違うのかと、まあ、オンラインで、見ていただくというのももちろんぜひ、それこそ遠隔地の
先生方とかですね、にはぜひそれに参加していただきたいわけですけど、まあ、もしぜひ来れると、巣鴨まで来れますよということでしたら、ぜひ来ていただいてですね、受講いただきたいなと思っております。というのはですね、その臨床画像を対応しながらですね、講義が進められますので、まあ、それがそのオンラインでその見せられない部分がもしかしたら出てくるかもしれないというのが一つあります。であとそのデルマトームどんな風に取るのかというようなそういった実技の方も先生からちょっと実演もですね、含めてですねご講義いただきますので、そこのところもありますのでぜひご参加いただいて、であとそのさらにその特典としてですねプリントした先生が作ってくださったデルマトーム図を紙に焼き付けてですね、でそちらをですねお配りしておこうかなと思っておりますので、まあ、そういったものをですね、まあ、ゲットするためにも、であとそのぜひ先生の本をですねご購入いただいて、持ってきていただければ先生の方からですねおそらくサインがいただけることになっております。勝手に決めちゃった。サインいただきます。サインいただきますので、ぜひお持ちください。以上でございます。よろしくお願いします。お待ちしております。現地で会いましょうね。バイバイ。